どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、冬服に合うヘアアレンジを4選ご紹介します。冬になると皆さんいろんな洋服着られる方多いと思います。髪の毛引っかかって邪魔やなとか、この服にこのアレンジ合うのかなっていう風にね、悩まれる方も結構多いかなと思うので、それのねパターン別を今日は4選ご紹介します。まず1つ目はパーカーに合うアレンジ、2つ目はニットの服ですね、ニットに合うアレンジ、3つ目はマフラーだったりとかをね巻いた時に合うヘアアレンジ、最後4つ目はタートルネックに合うヘアアレンジ、この4選ご紹介します。今の洋服ね、冬は絶対着るかなと思いますので、覚えておくと結構使える方法になりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画をどうぞ。ホイールを手のひらにワンプッシュ出して、手のひら全体に伸ばしてから、毛先、中間、表面と伸ばしていきます。ほくれ毛がある人は顔周りもしっかりつけてツヤを出していきます。ほくれ毛を前髪の横の部分ともみあげの部分をだいたい1センチ束くらいで下ろしておきます。全体の髪の毛を4等分に分けます。後ろの髪の毛は真ん中で半分、サイドの髪の毛は耳後ろで半分に分けていきます。右から1,2,3,4 の番号とします。1番の髪の毛を3番の髪の毛の方に持ってきてまとめていきます。耳後ろら辺でゴムで結んでいきます。2番を4番の方に持ってきてまとめていきます。先ほど結んだゴムの上で結んでいきます。この時に少しここに空間があると次の工程がやりやすいです。空間の部分に上から下にくるりんぱしていきます。毛先を2つに分けてキュッとしていきます。後ろの3番と2番の間ら辺の髪の毛をほぐしていきます。結んだ2つのゴムをまとめてヘアアクセのゴムで結んでいきます。毛先をギュッとして下のシリコンゴムを隠すようにしていきます。アクセの位置を正面から見て整えてあげて、毛先のパサつきがなければ完成です。ヘアオイルをワンプッシュ出して毛先から順に伸ばしていきます。しっかりと表面までつけていきます。ほくれ毛を前髪の横ともみあげの部分を下ろしておきます。後ろで3等分に分けます。三つ編みを作っていきます。こっち側の髪の毛をこっち側に、こっち側の髪の毛をこっち側に、これを3回繰り返していきます。こっち側の髪の毛をこっちに、
こっち側の髪の毛をこっちに、ラストもう一度こっち側の髪の毛をこっち側に、こっち側の髪の毛をこっち側に編んでいきます。この三つ編みを作るときに大げさに左右に手を動かして腕のエクササイズをやっていきましょう。編んだ三つ編みを折り込んでお団子状にまとめていきます。この状態で毛先を下から上に巻きつけていきます。上からゴムで結んでいきます。お団子がだるんとしてしまっていると思うので持ち上げて形を整えていきます。ここのお団子部分と根元の部分をクリップタイプのヘアアクセで留めていきます。お団子の部分を押さえてここのペタッとしている部分を少しボリュームを出していきます。しっかりとお団子が止まっていれば完成です。ベイビーヘアオイルを使います。4滴くらい出します。手のひら全体に伸ばして毛先から順番に表面まで伸ばしていきます。顎を少し上に向けた状態でまとめていきます。そうすると後ろのこの部分がたるみにくくなります。高さは耳よりも少し上の位置でまとめていきます。ゴムでなるべく小さめにお団子を作ります。お団子の部分を持ちながらトップのボリュームを出していきます。毛先の部分を半分よりも少し多めに分けて長い方をねじりながら巻きつけていきます。三角クリップを使います。地肌の部分と毛束を一緒にクリップで留めます。マフラーを使います。どちらかを長く首にかけます。長い方を首に一周巻きつけます。短い方をここから少し輪っかになるように出していきます。手を持ち替えてこちら側のマフラーを輪っかを通します。なるべく顔周りに高さが出るように整えていきます。高さを出すことによって小顔効果だったり、お団子がギリギリの高さにあるので上を向くときに可愛く上目遣いができます。まずはある程度こうベースを巻いてる状態にしてます。で、この状態でライスオイルをつけて、まあ、ツヤだったりとか潤いですね、あとは静電気が起きないような髪の毛のベースを作っていきます。じゃあライスオイルを出していきます。
美咲さんの髪の毛だったら大体7滴ぐらいかな出して、しっかりと手になじませて毛先中心にまずはつけていきます。毛先につけて中間で表面の部分に少しずつつけていきます。でライスオイルは結構ねオイルなのに結構浸透力があるので潤いだったりとかねツヤがしっかりと出てくれるので最初の仕込みだったりとかこういうアレンジの仕込みに結構、ね、最適です。髪の毛がベタつきすぎないのでアレンジのね操作性が結構いいです。浸透力の高いお米のオイルを使っているので静電気だったり乾燥をしっかりと防いでくれるのでおすすめです。まずはブラシでしっかりと溶かします。この時点で引っかかる方は毛先の方から優しく溶かすようにしてください。ちょっと横着して上から溶かしてます。で次に奥レゲを下ろします。だいたい顔周りの部分、もみあげの部分、だいたい1センチ束ぐらいですね。奥レゲがない方はそのままでもいいんですけど、奥レゲがある方はだいたい今はね、もみあげの部分と顔周りの部分を下ろすのがポイントです。で、奥レゲを両サイド下ろしたら次に大体輪で半分、こう斜めに半分ですね、だいたい同じぐらいの量になるように上の部分から斜め下に向かって半分に分けます。で、まず左側の部分からやっていくので、こっちのね、右側の部分はダッカール、こういうのでちょっとね、クサッと止めておきます。痛くないですか？痛くないです。はい、ありがとうございます。で、左側の部分ですね、この部分をしっかりと手ぐしで溶かして、なるべくこの耳よりも少し下のあたり、まあ耳のラインより気持ち下ぐらいですね、後頭部あたりぐらいでまとめて、真ん中の部分で大丈夫です。で、ゴムで結んでいきます。で、この時に襟足の部分、この辺でちょっとたるみやすいので、たるまないようにしっかりと引っ張りながらやってください。で、ある程度結んだらお団子状に結んでいきます。この時にお団子をちょっと小さめにやるのがポイントです。毛先の部分をゴムの部分に巻きつけていきます。で、毛先をちょっとね余らしている状態にするのがいいかなと思うので、少し余らせた状態で上からゴムでこの巻きつけたところを挟むような感じでやっていくと綺麗に止まります。次は右側の髪ですね。ダッカールを外して、ちょっとゴムね、こっちの髪の毛を後ろに持ってきます。はい、先ほどお団子にした部分の本当に真横ら辺ですね、持ってきてゴムで同じようにお団子状にしていきます。で、この時ね、こう邪魔だと思うかもしれないんですけど、うまいことこうやれば結構ね簡単にお団子にできるので、ここね、お団子状に小さめにですねしていきます。左側は一番最初に作った方が上で、右側の部分をちょっと下にする、この斜めのラインがまた結構おしゃれに見えるかなと思うので、同じようにゴムの部分に毛先を巻きつけていきます。で、毛先は余らせた状態でゴムでね巻きつけたところを挟む。そうすると綺麗に止まります。横から見た時に右の部分と左の部分のお団子はちょっとだるんとした状態になるんですよ、大体が。なのでちょっとね、ここにこう根元とこうお団子に隙間があるの分かりますかね、これを埋めるように少しね根元にこう当てますね。こっち側の左側の部分のお団子が上に来るように、で右側のお団子が下に来るように押し当てて、この根元の部分とこの押し当てたお団子部分をこういうねアメピンで両方をね止めていきます。ちょっとね難しいかもしれないですけど、この部分ですね、この部分をぐさっと止めてあげると
綺麗にバランスよくお団子が出来上がります。お団子した後にやっぱここがぐっとペタッとなりやすいので、この辺の部分を少しだけですけどボリュームを出します。こう頭の形が綺麗になるように、ペタッとしてるところだけで大丈夫かなと思うので、この辺を少し出します。ほくり毛の部分だったりとか毛先の部分がちょっと乾燥してる場合もあるので、その時にもう一度ねライスオイルをなじませます。そうするとねしっかりとツヤが出て、でそんなにベタつかないので結構しっかりめにつけちゃっても全く問題ないかなと。あとはやっぱこういうところですね、表面の部分とかも毛羽立ちが少し出てきている可能性があるので、アレンジをするとこういうふうに押さえてあげるとかなり綺麗にまとまってくれるので、しっかりとつけてください。両方のお団子が綺麗にこう混じり合って、で左側が上に来て右側が下に来て斜めにバランスが整えば、こんな感じで完成です。はい、ということでね、こんな感じでね冬服に合うヘアアレンジ4選ご紹介させていただきました。結構ね使える方法かと思います。もちろんねヘアアクセ使ったりとかいろんなねやってバリエーションを変えていただいてもいいですので、ぜひねこのアレンジを取り入れて自分流にやってみてください。冬って髪の毛だいぶ乾燥するので、しっかりと保湿オイルだったりとかミルクだったりとかをしっかりとつけてヘアアレンジをするとよりバランスよく決まりますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。今日もね最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるようなヘアアレンジだったりとか情報を発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。